短い夏が終わる頃、一緒に暮らしていたおじいさんが死んだ。長い間一緒にいたのに、僕はおじいさんの名前は知らない。夕暮れ、家の前の庭に小さな穴を掘っておじいさんをそこに埋めた。それから僕は本当に一人ぼっちになった。ひょっとしたら何かおじいさんの残したものがあるかもしれない。でもなんだか暗い。ハンドルを回して屋根を開ければ月明かりが入るかな。僕の身長の記録だね。おじいさんが毎年つけてくれたっけ。前から思ってたんだけど、これなんだろう。これおじいさんの。しぶといな。死んだと思って見に来たら
まだ他に生き残りがいたか。誰？誰だ？どこから入った？答える義務はない。なんと脆弱な。これでは何をなすこともできまい。お前は一体。答える義務はない。お前がこれを読んでいる頃には、生きることも死ぬことも私にとって大した意味はなかった。そもそも生きる資格などなかったのだ。もっとも死ぬことで何一つ償うこともできないが、こうして手紙を残すことも私にとっては大きな迷いだった。ただ長い間日々を無意に過ごし、終わりを目の前にして初めてこんな心持ちになるとは。お前と過ごした日々そのものが私にとっての宝石だった。なぜもっと親しく言葉を交わさなかったかと今になって後悔している。伝えたいことが、話したいことが、なぜ別れが迫った今になって溢れるのか。愚かな私を許してほしい。ここから東に向かうと大きな赤い鉄塔が立っている。そこにはお前以外の誰かが生き残っているかもしれない。私が死んだら東へ向かうのだ。行きなさい。それから今までありがとう、セット。